早朝の事件が起きました。普段ですね、あんずちゃんがとても楽しく、喜んで使っていたですね、この、ぶら下げるタイプの紐、わかりますか、ゴムですね、ゴムでぶら下がっている猫じゃらしが、自分の足に絡まってどうも結んじゃったみたいなんですね。それが、びっくりしてちょっと怒ってですね、ケージ内で、ちょっと事件が起きてました。で、ケージの方に結んでいた方を今外して、このような形ですね、どっかにつながってるんだと思うんだけど、そうですか。で、これを足の方を取らなきゃいけないので、洗濯ネットに入れて、足を外そうかなと思います。そのためにさ、3階のとこを開けて俺待ってるので、下を開けて、開けたらきっとさ上に逃げていくと思うから、3階のところは、そーっと待ってるからちょっとやりましょう。捕まえるとこだけ防災になると思うけど、そこをミスらないようにしたいから。ちょっと下を開けて。開けるね。ジョークがそこにいてね。ジョークがそこを来られてるかもしれない。でも喧嘩したのかなと思ったんだけど、キョトンとしてるから。なぜなぜみたいな感じで。あ、取れた。はい、ご苦労様でした。そのゴムを引っ張ってくれる。引っ張ったけど取れなかったら上から取るね。一人でいたときはよかったんだけど、たぶん、しおくんがベッドに入ろうとしたときとか、何かでちょっとバトルになって、で、降りたんじゃないかなって思うんだよね。そのときに焦ったから引っかかっちゃったとか思ったんじゃないかなって思います。素材がゴムだったので、危険なことはありませんでした。まあメーカーさんの、型を持つ感じになりますが、とても長いゴムだったので、それはありませんでしたが、やっぱり紐系のやつは、絡んで取れないことはちょっと、考えなきゃいけないですね。これさ、ちょっと真央さん今ここでなでなでできるかな。ちょっと興奮してて無理かな。ちょっとさっきなでなでしたの。まだ分かんなかった時にね。はい。ちょっと離れて。はい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 。はいはいはい。はいはいはい。はいはいはい。足引きずってる感じあるかな。危ない危険。今しおくんが。じゃあいいや。しおくんがいるよ、そこ。はいはい。いいですよ。あとあんずちゃんさ、これに乗るの下手くそだったじゃん。だから、まあ、どっちかだね。しおんくんが乗ってきたから逃げようと思ったか、乗ろうと思って引っかかっちゃったのか。あんずちゃん大丈夫よ。まあ、怪我はなさそうだね。本当？そう、さっきね、まず私が一人だった時に引っかかっ、ってるのが見えな分かんなかった時に、足がなんか変になってたから、って思ったんだけど、その後引っかかってるって分かって、で今一応
上から引っかかってる状態じゃなくゴムだけ引っかかってる時にある降りた時は、うん、さっきより上手に気がつかなかった時より上手に動いてたからね足が、うん、それが大丈夫かなっていうまあ、 今特に痛がってる感じもないので大丈夫だと思う。ただちょっと変なポーズで止まってます。あんじちゃん乗ろうと思ったらしおくんがいるから悩んでるのかな、うん、これでまあどう動くか見て、うん、引きずってるようだったらまたちょっとかしおくんは全然平気なのね、うん、どいてあげるとか特に飽きてきたから怒るとか何もないのね。あんじちゃん大丈夫よ触らないからそこに下のベッドで寝にしていいよ。分からなかった時は落ち着かせようと思ってなでなでしたの、うん、なでなでできたんだけど、まあ紐が絡まってたからね、うん、固まってるね。大変だったね、あんずちゃん。でも大丈夫だよ、ね、朝の大事件が終わって2人仲良くハンモックに乗るという、あんずちゃんの上にしおんくん乗っかってるよ大きい、あんずちゃんはもうそれどころじゃないので潜り込んだ感じですが、ちょっとですね足の様子は、正確にはまだ分かってないんですが多分大丈夫かなと思います。こういうタイプのおもちゃなんですが、ゴムがすごく伸縮性があってですね、今回は、大事に至らなかったんですが、ただ上にこうくっついてる状態だとですね、あんずちゃんが逃げて絡まった状態で逃げて伸びた状態になっているので、足から外れなかったみたいです。それを、上のセット設置している、繋いでる方ですね、こういうので繋がってるんですが、これを外したら、ゴムが緩んですぐに取れました、ということで、ゴムだったから良かったとは思いますが、ケージの中では、つけないことにしておきます。で、このところですね、あんずちゃんも、ちゃこちゃんもケージの中でよく遊ぶので、ちゃこちゃん、こういう、設置型ではなくて時間を決めて、外から、猫じゃらしを、振って遊ばせるということにします。まあそれは毎日やってるんですけどね、そちらの方だけにします